それでは一言お祈りしてこの会を始めていきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、愛する方々と一緒にこのバイブルワークショップを開催できることを心から感謝します。お忙しい中、愛する方々を集めてくださって一緒に御言葉を考える機会が与えられていることをありがとうございます。どうぞこの時間を通してあなたご自身が私たちにお語りくださいますように、そして私たちに与えられているあなたからの祝福の豊かさをさまざまな形で受け取ることができるようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今回のバイブルワークショップは4回にわたってパウロの書簡を読みましょうというテーマになっています。パウロの書簡、パウロという人は実に手紙が好きな人でした。というかよく書いた人ですね。おそらく載ってな聖書にはこう残してないけれども、パーソナルな手紙はもっともっと書いてるだろうと思います。しかしその当時の社会を考えると、果たして何人の人がそのね、パウロが書いた手紙を読めたかという問題もあって、今のようにはみんな読めなかったわけなので、誰でも彼でもは読めたわけではない。そうするとパウロが書いたのはやっぱり字の読める人たちに向かっての文章だったので、そういう意味では今とはちょっと比較しにくいかもしれませんが、実はパウロの書簡というのは結構たくさんあって聖書の中に収められていますけれども、大きく分けて4つに分けられています。一番最初の書簡というのは、これは歴史的なといいますか時期的な問題ですけれども、テサロニケ人への手紙、テサロニケの信徒への手紙の1と2はパウロの書いた文章では一番早く、一番まあだから一番初期に書かれた手紙というふうに言われています。それからその次に四大書簡と言われていますけれども、神学的な問題、罪について、神について、救いについて、人間の罪ある人間の悲惨、神の恵みの豊かさ、十字架の意味、信徒の生き方の在り方、あるいは信徒に与えられた希望、そういうあるいは教会の諸問題についての具体的な回答、そういうようなことがコリント、ガラテア、ローマ、まあ、コリントは第一代にありますから、これが四大書簡と言われています。ガラテア人の手紙はそれほど長くないですけれども、ローマ人の手紙、コリント人の手紙はちょっと長いですね。で、今回私たちがバイブルワークショップで学ぼうとしている四つの手紙はこの獄中書簡と言われている手紙で、エフェソ、フィリピ、コロサイ、フィレモンという、このエフェソ、フィリピ、コロサイはその地域に住んでいるクリスチャンたちのために書かれたもの、フィレモンへの手紙というのは個人に宛てた手紙です。で、この4つの手紙は基本的には、牢屋の中から書かれた手紙というふうに理解されているので獄中書簡と言われています。で、パウロの手紙で牧会書簡というふうに言われている手紙があるんですけれども、それは若い弟子ですね、テモテ、若い弟子に対して、非常にこう思いやりあふれた、あなた方こういうことを気をつけてね、牧者としてしっかりやんなさいという励ましの言葉が書いてあるのが、テモテへの手紙第1、第2とテトスへの手紙、内容がとても似ています。で、ヘブライ人の手紙は誰が書いたんだろう、パウロが書いたんではないかという議論がありますけれども、このヘブライ人への手紙は誰が書いたのかということに関しては議論がある、あるにはあるけれども、決定的な証拠がないので、パウロが書いたかもしれないし、そうじゃないかもしれないというふうに一応、まあ、一般的には残されていて、パウロの手紙というのは一応この最初の書簡、四大書簡、獄中書簡、そして牧会書簡というふうになっています。それから今回の、テーマはパウロの書簡を読みましょうというふうになっているんですけれども、一番最初に、あったようにエペソ人への手紙というふうに書いてありました。実は聖書の表記がいろいろで、これも困ったもんだと思うんですけれども、新改訳聖書はエペソ人への手紙です。そうですね、福音書もマタイの福音書です。新共同訳聖書は、エフェソの信徒への手紙になっていて、それからマタイによる福音書というふうになっています。で、多少表記が違うわけですね。エフェソとかエペソとか、フィリピ、ピリピという、新改訳聖書はフィリピ人への手紙、新共同訳聖書はフィリピの信徒への手紙というふうになっていて、ちょっとこう響きが違います。
で、あの、気をつけないと私たちはもうこれだけでもですね、読むの嫌になっちゃうという人がいないわけでもないわけですね。なんでエペソじゃないの、全く気に入らない、エペソなんかにしちゃってみたいな変なことで怒ったりするわけですね。まあ、あんまりこう場所名ではないですけど、例えばカトリック の教会が初期の頃使っていた聖書、例えば今最近になって訳し直されましたけれども、フランシスコ訳の聖書というのがあります。とてもあの素晴らしい、日本語としてとても素晴らしい聖書だと思いますけれども、あの聖書はの初期の頃は、例えばイエスというイエス様の名前ですが、イエスという名前ではなくイエズスという名前が使われていました。でもそれだけでも気に入らないという人もいるわけですね。なんでイエスじゃないんだ。まあ、ギリシャ語の正確な読み方はイエズスですよ。イエズス。だからそれをイエズスというふうに書いたのは別に間違ってるわけではない。だけど文化的になんとなくイエス様って聞いてイエスって聞いてると、なんかそれ以外の名前はやだっていう、なんかこれはもうほとんど生理的なものになっちゃいますけども、そういうふうなことが意外とあるもんですから、私はあえて今回それをめちゃめちゃにというかぐちゃぐちゃに入れました。エペソになってる時もあるし、エペソになってる時もあるんです。つまりね、いろんな訳され方があって、いろんなこういろんな、それこそ言葉自体、単語自体がちょっと音が変わったりしてるけれども、それはそれでありだよっていうことにしておきたいんですよね。そうじゃないとね、いちいちエフェソ括弧新改訳ではエペソとか書かなきゃいけないと結構大変なことになるので、そのどっちもありですという意味で、これあの、表記をですね統一しませんでした。もちろん皆さんの中でも教会によっては新共同訳聖書を使っている教会もあるし、新改訳聖書を使っている教会もあると思いますけれども、まあ、どちらでも基本的にはあのいいんで、その手紙をきちんと読むことの方が重要なことだろうというふうに思うわけですね。で、今回はですからこの獄中書簡4つ、今週はエフェソ、その次はフィリピ、その次はコロサイ、その次はフィルモン、この4つを取り上げていきたいと思っています。前にも何回かお話をしたことがありますけれども、手紙というのは基本的に読まれるためにあるのでですか。で、特に獄中書簡の場合には大体書いてるところがおそらくランプもないであろう薄暗い牢屋の中で、もしかするとその人に助けてもらいながら書いたかもしれないので、獄中書簡は短いです、本当に。だからこの獄中書簡に関して言えば、読み始めたらできることならですよ、できることなら最後まで読んでもらいたい。だって皆さんのところにパウロから直接どっかの刑務所から手紙が来たら、ね、刑務所で検閲しましたってこう判子があって、それであなたのところに来たら、例えば5ページの手紙だとしても読むでしょ、最後まで。普通3ページまで読んで、あとはいいやあとは来週でいいかなみたいな。教会の取り扱いが、教会でのメッセージの取り扱い方がやっぱり重要だからというので、もうどん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 こう途中で切ってしまって、ここまで読んで、はい、あとは来週とか言って、あのエペソの手紙をやるのに、ね、それこそ1ヶ月かけるとか2ヶ月かけるとか、そうなるとですね、もう終わりの頃には前に何を書かれたか分からなくなってしまうんですね。手紙ってそういうもんじゃないだろう。手紙というのは基本的に一気に読んで、そして返事を書きたい人はそれに対して一気に返事を書く。もちろん難しいことがあったとしても、それは短い期間のうちに何回か読むことはあっても、ね、わざわざ4ページのあるいは5ページの手紙を1ページずつ1ヶ月かけて読まないですよね。でもなんか聖書だけはそういう読み方でいいような、違います？例えば私も、例えばあの日々の聖句なんかの場合には説明を書いていますので、例えばある時は5節しか書いてなかったりとか、ある時には10節書いてあったりとか、ある時には1節しか書いてなかったり、これはね、手紙の読み方としては最低ですね。パウロはカンカンになって怒ってると思いますよ。まあ、いいからさ、先をどんどん読めばって言ってるんではないかと思う。つまり手紙というのは全部いっぺんに読まれて全体がわかる。特に獄中書簡なんかの場合には緊急性を要するものもあるし、あるいは非常にこう普通ではない状況の中で書かれていますから、丁寧に最初から最後まで読むという習慣をつけていただけると非常に助かります。ですから今日はもうしょうがないですけど、この次フィリピ人への手紙、フィリピの信徒への手紙をやりますけれど、ぜひこの次のレッスンまでの間にフィリピ人への手紙を1回は読んでみてもらいたい。いいですね。
別に宿題ということはしないですよ。これ学校じゃありませんので宿題じゃないですけども、読んでおいていただけると私は少し喋りやすくなるんですね。ということで手紙は基本的には読まれるためにあるのだと。だから1ページから最後のページまでとりあえず丁寧に読んでもらいたい。まあこの四大書簡は長いからね、結構一気に読むのは難しいですよ本当に。で内容も難しいし、だからそれはまあいろいろなんですけれども、まあ獄中書簡に関して言えば短いのでできるだけ読むようにというおすすめをしておきたいと思います。それからあの聖書ですね、あのいろんな読み方があっていろんな使い方があるんですけれども、できることなら新約聖書だけ一冊持っていて、あるいは新約聖書を2冊持って、1冊は何でもかんでもとにかく線を引っ張ったり書き込んだりする聖書、もう1冊は線を全く引かない聖書を持っているといいです。線を引く癖がある人はそれは素晴らしいことなんだけれども、目に入るのがね、線をつけたところをやっぱり読んじゃうんですよね。だからヨハネの3章って16節しか赤い線がなかったりすると3章には16節しかないのかなって思うぐらい、確かに重要な箇所だから線引いていいんだけど、でもねやっぱりできることならそういう聖書と、つまり書き込み用の聖書と書き込まない聖書というのを、持ってるといいかなと思います。あの実は下の本屋に行って調べてみると分かりますけれども、今売ってるかな、あの新約聖書だけですけれども書き込み用聖書っていうのがあるんですよ。聖書の枠にこうマージンがこうついていて書き込めるようになってるの、結構便利といえば便利ですよ。説教者はとても便利ですね、それだけ持っていれば。でもこうだから気がついたことをそこにこうどんどん書いていく。で赤い線引っ張ってこうやって線でこれはとかいろいろ、だから説教を聞きながらこういう場でねそれを持ってると、そこのとこ線引っ張ってこうやってここでこう関根はこう言って、まあ、関根はこう言ったなんて言わなくても書かなくてもいいんですけど、まあとにかくなんか書き込める聖書があるといいことはいいですね、残りますからね。でも何回も読むということを考える場合にはそういう聖書とは別に何にも書いてない聖書を読むのはとても新鮮な感じがします。こんなことが書いてあったのかというのを発見できるのは何も線の引いてない聖書です。進学校で試験をするときには聖書持参なんですけれども、ほとんど聖書持参といっても線の引いてない聖書に限るっていうね、オーストラリアでやったときにはだから絶対カンニングできなかったんですけど、そうですけど聖書何も印がしてないとですね、英語の聖書はねどこ開いても同じに見えるんですよね。なんかね日本語の聖書は意外と分かるんですけど、英語の聖書はねどこ開いても同じように見えてね本当に点数悪かったんですが、まあでもとにかく、聖書はできることなら書き込み用の聖書と書き込まなくていい聖書を持っていると便利ですよというのは知っておいてください。それからエペソというのはここですね。エペソ、ピリピというのはもっと向こうの方ですね、まあヨーロッパにあたるわけですけど、その辺がギリシャがそこにあってアテネがそこにありますけど、コロサイというのはもうちょっと手前、エペソの手前ということになりますが、そこにいるクリスチャンたちに対する手紙です。でこのエペソ人の手紙は、6章からなってるんですけれども、非常にあの内容は大雑把というか、とってもこうなんていうかな、こうパウロの文章の中でも神様に愛されてるとすごいよっていう、神様に愛されてるというのはね本当に嬉しいんだよという、もうそういう心がもうみなぎるような手紙です。これで1章の1節と 2節が挨拶で、3節から2章の10節までが福音がもたらす恵みについて、2章の12から3の21がキリストによって異邦人にもたらされた救いについて、まあこれはユダヤ人にも異邦人にも救いがもたらされてますよという話なんですが、それから4章の1から16というのが与えられる賜物は様々であっても共同体は一つという話、それから4章から6章までは4章の17から6章までは日々の生活における進めというふうに、大雑把に言うとこういう内容です。大雑把に言うと、ですからこういう内容が読み取れればいいわけですね。ちなみに
聖書は最近では読むばかりではなく聞くことができます。もうだいぶ前に 新共同訳聖書は読んでもらうというか CD が出ましたね。で私結構使っていたんですけれども、ただ一つだけ残念なのは、新共同訳聖書の場合には単元のところにタイトルがついてるんですよね。でタイトルも読んでくれるんですけれども、でもタイトルはもともとは聖書の方に書いてないので、それはちょっと邪魔だなというのが一つと、あとは何章何節っていうのも意外と邪魔で、いいよそんなこと言ってなくてもって内容だけ分かればいいのにと思うんですが、だからもうちょっとこう何章って言ってバーって読んでくれればいいのに、何章何節まで言ってくれるので邪魔だなと思ったりして、いちいち聖書を聞いて文句言ってどうするんだと思いますけれど、でもなんかねそういう手もあるんですね。聖書を聞くというのもあの方法あります。外国アメリカで出した聖書の朗読はもう少しなんて言うんでしょうね、こうドラマタイズされていて聞きやすいって言えば聞きやすいですけれども、あんまりドラマタイズされててもなと思ったり、まあいろいろですね、まあ、読めれば読むことが素晴らしいわけですけれども、でも聞くという方法もないわけではないですね。さて今回の、バイブルワークショップのタイトルは、パウロの書簡を読みましょうってなっているので、この話が終わってしまうとですね、あ、なんだ、あ、読まなかったって話になってもまずいので、ちょっとですねエペソビテの点、これはあの 新改訳聖書ですけれども、ちょっと読んでいきたいと思いますので、聞いていてください。でここにあの一応抜粋ですけれども書いておきました。エペソビテの手紙の1章からですね、1章の3節からですね、1章の1節2節は挨拶ですけれども、3節からこう書いてあります。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方によって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって天にあるものも地にあるものがこの方によって一つに集められるのです。この方によって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神のための民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。でこう書いてあってですね、なるほどと分かる人と、だから何なのっていう感じの人と、っていうね、なんか思わずうなってしまうっていうか、何がいいんだ分かんないっていう、いろんな反応があると思うんですね。しかし実はパウロはさっき言ったように本当に神に愛されているということの嬉しさをこの文章の中でもう十分すぎるぐらい表明していると言ってよい。今読んだこのエペソビトの手紙の1章の3節にこんな言葉がありました。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたという、もうこれ完了形ですね。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。祝福してくださったのだ、もう怒ってしまったのだということですね。十字架の出来事を通して、あるいはもちろん
その前のキリストがこの地上に来られたという出来事を通して神は天にある霊的祝福を私たちのためにもたらしてくださった。で、問題はじゃあ天にある霊的祝福って何という話ですよね。天にある霊的祝福って何だろう、ね、で、その内容が次の節からに、説明されています。すなわち神は世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされましたというのは霊的祝福の大事な大事な一部です。神の前に立つ、神の前に立つにふさわしいものとしてくださったと、あるいは神は私たちのことを選んでくださった、私たちのことを清いものとみなしてくださった、傷のないものとしてみなしてくださって神の前に立てるようにしてくださったのだ。いいですか。神はいるのかいないのかというレベルではなく、私たちは天地を作られた神の前に傷のない、神と交わりを許されている選ばれた存在として、すでに私は神の前に立つことができるようにされたんですよとパウロは言うのです。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた。いや、そればかりか神は私たちを自分の子供、神の子供たちにしようと、もうその計画をずっと前から立ててくれていたんですよ、ね、天地を作った神がですよ。で、7節、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることですと7節にあります。イエス・キリストが来てくださって、そして十字架の上で贖い出し、私のための罪の許しをもたらしてくださいました。私の罪の代価をキリストが払ってくださいました。それゆえに私たちは選ばれた者として清められ、神の子供となる立場が与えられ、神との関係が修復されたんですよ。そしてそればかりか、神はこの豊かなこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。つまり神が持っている気、神が与えようとしている希望、神が持っている愛の深さ、神が持っているさまざまな計画、神が私たちのためにどれほど大きな計画を、あるいは祝福を用意しているか、そういうふうなことごとを私たちに教えようとしてくださっている。もちろんそのことのためにこそ聖霊が与えられているというのは後で出てきますけれど、つまり天にある霊的祝福というのはね、神が個人的に私たちを選んでくださって、神が個人的に私の内側を変えて、神が個人的に私たちをご自分の子供にし、神が個人的に私たちを本当に愛の対象として、私たちをずっと身元に置いてくださっていますよ、それがすでに起こりましたよとパウロは言うんです。問題はそれが私にとってそんなに嬉しいことなのかなっていうことですよね。それは神がどういう方かということによって随分違ってくると思いますよ、ね、神が横暴な神で、ギリシャ神話に出てくるような、本当になんか何考えてるかよくわからないような突然怒り出すとか、そういう神だったらちっとも嬉しくもなんでもない。でも天地を作り、全てを祝福し、全てに秩序をもたらし、愛をもってケアしようとしている神が、私たちを一人一人を大事に大事に選んで、その関係を修復し、私たちの汚れを全部神様の犠牲で全部きれいにし、私を常にご自分の子供として愛し育もうとしている。これは決して小さいことではないですよね。私は日常生活の中でいろいろ不安があったり不満があったり心配があったり足りなさを感じたり劣等感で悩んだり失敗したり罪を犯したりします。にもかかわらず天地を作られた神がそんな私を選び、そんな私を神の前に立つことができるものとし、神の前に立つことができるというのは神様に向かってお父さんって呼びかけることができ、お父さん助けてくれるこれってお願いする関係に私を置いてくれているのだ。天地を作られた神に向かってそういう立ち位置に私たちを置いてくださってるんですよとパウロはエペソの人たちに語るのです。これは決して小さなことではないですね。
小さなことではないですよ。よく苦しい時の神頼みってよく言います。苦しい時の神頼み、その神って誰という話になります。そして本当にこのあなたが頼もうとしている神は本当にあなたのその苦しい状況を理解してあなたに最善の道を用意してくれるのかどうか。聖書の神に関して言えば、聖書の神は神は愛ですと紹介されているように、私たちに対しての最善を知り、私たちのための最善を開く力を持っているお方です。で、神様は私たちに天にある霊的な祝福を持って、祝福をもうすでに私たちにもたらしたって言いましたけど、じゃあ何のためにこの祝福をもたらしたんだろう、私たちに対してどうして神様は私を祝福してくれたんだろう、それは私たちの幸せを願ってるからなんだろうか、それは私たちがああよかった、これでもう本当に安心だと言って伸び伸び生きることができるためなんだろうか。どうもそうではないらしい。このエペソ人の手紙の一章の中にはもう一つ鍵の言葉があって、例えば3節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますようにという言葉が出てきます。それから6節に、一章6節、それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですとこう書いてある、ね、あるいは12節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。あるいは14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証でられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですという言葉が出てきます。この短い文章の中に神が褒めたたえられますように、神が褒めたたえられますようにという言葉が何回も出てくる。つまり神が霊的祝福を持って私たちを本当にケアし、本当に守り抜き、本当に祝福して、神様との関係が修復された、その結果神様が望んでいるのは私たちが神を喜びながら生きるという応答なんですね。神を喜びながら生きる、神を褒めたたえる、神を礼拝する。神を礼拝するって言いますけれども、神を礼拝するというのは神を喜ぶことですね。神様いてくれてありがとうございますという心を神様に向けることですよ。褒めたたえる、実は私たち神様からの祝福は、私たちがそのことについて本当に励まされ、あるいは力づけられ、引き上げられ、そして神様ありがとうございます、あなたがいてくださることは本当に嬉しいことですという応答をしながら、私は礼拝者として成長することを神は願っているのだとパウロは確信しています。礼拝者として成長する、神を喜ぶ民として成長するということです。そしてパウロは一章の後半に熱烈な祈りを捧げています。このエペソの人たちに対して熱烈な祈り、1章の15節からここにプリントしてありますが、17節から書いてありますね。17節から、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにという祈りです。神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださいますように、聖霊が与えられることによってあなた方が神の深さ、神の愛の大きさ、いや神様ご自身を深く知ることができますようにとパウロは願うのです。神を知る、神について知るということばかりではなく、神を知るということができるようにとパウロは
祈るのです。神よ、主、教育は基本的に神について教えます。そういう意味ではこういうバイブルワークショップも神について教えるというような内容にならざるを得ない場合がある。でもね、知識はね、やっぱ人を高ぶらせるんですね。知識は人を高ぶらせる、愛は人の徳を立てると、パウロはコリント人の手紙の中で語りました。あなた方が神を知るために知恵と啓示の御霊が与えられるようにとパウロは祈った。神を知る、聖霊によって神を知る、神様についてということよりも自分と神様との関わりの中で、あ、神様本当にありがとうございますと言えるような、他の人がどう感じているか分からないけど、神様本当にこの私にこのことを教えてくださってありがとうございます、今日この一日お守りくださってありがとうございますという、本当に神の豊かさを知ることができるようにとパウロは祈るのです。この祈りはとても大事です。神様についての知識を持っていてもそれはあまり役に立たないことがあるんです。もちろん全部役に立たないわけではなく、それは例えば人と語るときには役に立ちますし、神様を知るということに関しても神様について知っているというのは大いに役に立ちます。でもそれは残念ながら人を生かす力にはならないことがあるんです。人を生かす力というのは神ご自身を知るという、あるいは神ご自身に知られているという確信ですよ。神ご自身に知られている、神ご自身に愛されている、そのことが深く経験できますように。ああ、なんか神様に愛されてるなということを最近味わったことがあるでしょうか、ね、はあ、神様に知られてるってありがたいなとか、神様に愛されてるってのは嬉しいことだな、そんなことを私たちは経験したことがあるでしょうか。パウロはまさにそういうことのために聖霊が与えられるようにと祈っている。それから2番目は、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力が どのように偉大なものであるかを知ることができるようにと3つのことを語りました。神様があなたを召してくださった、つまりあなたを何かをさせようとして神様あなたを選んでくださった、それがどれほど麗しいものか、どれほど希望に満ちたものかということを知ることができるように。それはね、なかなかね、人間的な発想だけではね、希望につながらないんですよね。例えば牧師になるぞと言った時、牧師になるぞって言って何を考えるかというと、例えば大きな教会作るぞと思っても、大きな教会を作ってもね、その希望、その自分の希望が叶ってしまうとね、なんかね、夢がね消えてしまうというか、え、このためだったのっていうような感覚に陥ることがあるんですね。神が召してくださった希望というのは、神がどんな時にも私はあなたと一緒にいて、あなたが しようとすることから私が教え、私が思うようにあなたは生きていくんだよって、それによって大きかろうが小さかろうが関係なく、私はあなたにいつでも希望を与えるからねという、そういうことを知ることが必要なんですね。つまり神様についていくということからもたらされる希望、明日のことは分かんないけど神様は私に何か希望を用意してくれてるに違いないと、そんな思い、生きる力と言ってもいいかもしれません。それから生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、キリストが私たちとの共同相続人という言葉がありますけれども、神が最終的に私たちのために残してくださっている相続分といいますかね、それがどれほど素晴らしいものかを知ることができるように。それから3番目は、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものか、神の力がどれほど偉大なものかを知ることができますように。実はこういうのって変な言い方ですけれども、自分の頑張りと勉強では身につかないんですよね。もうほとんどがこれ体験的にというか経験的にこう味わっていくしかないですね。
神を知り、神がくださる希望、そして神様が用意しなさっているその相続分の偉大さ、あるいは神が日々の生活の中で働いて表してくださるその力、そういうことを私たちが日々の生活の中でもっともっと豊かに味わえますように。エペソにはアルテミスという神殿がありました。そしてアルテミスの神殿はおそらく非常に有名なところでもあったので、そこに行ってご利益があるというそういう発想はものすごく強かったと思う。そこに行ったらきっといいことがあると思ったに違いない。でもパウロはクリスチャンたちに向かって、いやいや、私たちはアルテミスの神殿に行って拝まなくても、神は私の心を豊かにしてくださるに違いない。神は力を持って私の日々の生活を支え、神は私に希望を与え、神は間違いなく私たちに素晴らしいものを残してくださるということをパウロは固く信じていて、そのことを励ましているんですね。実は私たちこの手紙はエペソの信徒への手紙でもありますけれども、でも同時にこれは聖書として残されているのは私たちのための祈りでもあるんですね。これ私の日々の生活の中での一つの、これ大事な大事なパウロからの祈りとして理解したら非常に心強い。そしてお互いがこういうことのために祈るということができたら非常に心強いですか。私たちの習慣としては祈りの課題ね、明日朝起きられますようにとか、そんなことで祈りの課題を出す人はいないと思いますけど、まあでももしかすると、今度の奉仕がこうね、こういう奉仕がありますが、これがしっかりできるように、もちろんそういう具体的な言葉について祈ることはとっても大事なことです。でも実はもっともっと重要なことは、あなたはこういうことができるように、ああいうことができるようにということよりも、何よりも神を深く知ることができるように、神に知られているということを深く味わえるように、神の力があなたに注がれて、あなたが本当に神の力の中に生かされているということを深く経験できますようにという祈り、それは実はとてもとても大切な祈りです。とてもとても大切な祈り。でパウロはあえて神の優れた力ということに続けてイエス・キリストのことを紹介するんです。神はその全能の力をキリストの地に働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上に置いてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次の世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。つまりパウロはキリストはすべてのものを支配しておられる主だ、ね、よみがえることによって主としてこのお方は宣言されたのだ。そしてこのお方は教会に託されているという言い方をしているんですね。一切のものの上に立つ頭であるキリストを神は教会にお与えになった。でこれはですね、教会って何だという話になるわけですね。これは使徒信条の最後のところで教会とは何かっていうのがありました。教会というのは建物のことではなくて、イエス・キリストを信じている人たちの群れという意味です。つまりあなたが誰かイエス・キリストを信じている人と一緒に祈り、あなたが誰かイエス・キリストを信じている人たちと一緒に賛美を捧げ心を合わせているとき、この主の主であるキリストはその真ん中にいてくださいますよということなんです。その真っ只中にいてくださいますよ。これがまた神を知るということにもつながり、神の力を知るということにもつながり、神の希望を知るということにもつながるですか。これは必ずしも何とか教会、この教会、あの教会にキリストがいてくれるように、そういうことではなく、教会堂のことではないのです。そうではなく、キリストを信じている一人二人が集まるところ、キリストを信じている人たちが心を合わせて心をこう重ね合っている、その真っ只中にこの主イエス・キリストがいてくださいますよ。でそれがまさに私たちの励ましの原点であり、それがまさに私たちの力の源なのです。教会、主を信じる者たちの群れ、
そこにキリストがいてくださる。だからそのお方を中心に、そのお方を中心に今日もこのお方と一緒に、このお方に励まされながら、それぞれの場所で生き生きと生きていきましょうねというね、そういう関わり合い、それが教会と呼ばれる関わり合いなんです。日曜日礼拝に集まって、そしてそこでこの祈り、主を知ることができるように、希望を知ることができるように、力を知ることができるように、キリストが一緒にいるということを分かるように、そのことで本当に御言葉を中心に賛美をし、祈りをし、そこで本当に心を合わせて礼拝を捧げ、そしてこのキリストと一緒にそれぞれのところで生きましょうねと散っていく、この活動、これが2000年前から継続されている主のしもべの生き方なんです。教会堂そのものが活動の中心になるというのは新約聖書の時代にはないんです。教会に人を集めるという発想も新約聖書の中にはないんです。私たちはそれぞれの生きている場所で神の力を信頼し、神に選ばれたということを、神に召されたということを信頼し、それぞれの場所で誠実に生きていく、それがものを言うのだという話なんですね。でこれが一章ね、こうやってやっていくと4時間ぐらいかかっちゃうわけですね私の話が長すぎるわけですけれど、さて2章ですけれど、2章に入るとパウロは罪ある人間、これはユダヤ人もギリシャ人も罪ある人間、神から離れていて死んだも同然であった、でもキリストによって生かし、しかもキリストによってユダヤ人にも、それから異邦人と呼ばれている人たちにも福音が届き、救いが届き、教会はその隔ての壁がなくなったキリストを中心にした人々の群れとされましたよ、ということがこの2章には書いてあります。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲に中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神はあなた方が良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に立てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、
このキリストにあってあなた方も共に建てられ御霊によって神の御住まいとなるのです。これ2章ですね。お分かりのように私たちはかつては死んだも同然なものであった。この世の中を支配する霊に従っていて神とは無関係であった。しかしイエス・キリストが使わされることによって私たちに神の愛が示され、救いの道が示され、私はキリストを通して救われた。しかもそれは良い行いをするためにという表現がありましたね。良い行いをするためだ。良い行いをするというのは神の心を喜ばせながら生きるという意味ですね。神が喜ぶことを喜び、神が悲しむことを悲しみながら生きるということができるようになってくる。しかもそれは異邦人にもそれが適用され、ギリシャ人にも、そしてユダヤ人にも、その他の国々の人でもイエス・キリストによって一つ神の家族とされるのだ。敵意はお互いの国と国、あるいは人種対人種の対決は十字架の上で処分されました。みんな私は神の家族としてキリストにあって一つですよとパウロはここで力説する。そしてそれぞれが神の家族、そしてキリストの体として構成する部分を持っていて、神の宮として建てられていくのだ。それぞれの人種、それぞれの性別、いろんな違いはあるけれども、みんな神の家族として置かれる場所があるのだ。でそれは教会ですね。そしてパウロは3章の中にとても大切なことを語っています。実はこの中でも3章の中、3章短い文章でここで選んでるんですけれども、3章の6節から、その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。これは前の章とつながりで言ってるんですが、私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました。全ての生徒のうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。私はこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができる。ここにね、この10節、3章の10節、とても大事な言葉が出てくるんです。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであった。さっき言ったように教会というのはキリストを信じる群れという意味がありました。今までキリストを知らなかった人はキリストを知ることになり、キリストを信じている人たちがそれこそ礼拝で集まってそこで祈りを捧げる、賛美を捧げる、あるいは地域社会で連絡を取り合い、ケアし合う、メールを出し合う、祈り合う、そういう出来事を通して神の臨在、神の働きが天に知られるようになるのだ。地にも知られるようになるけど天に知られるようにさえなるのだ。教会というのはそういう意味ではとてもとても重要な役割を担っている。教会というのは信徒たちの群れという意味です。信じる者たちの群れ、いや私もそう、あなたもそう。その役割がどうのこうのという問題ではなく、あなたが一人でではなくて、あなたが誰かと関わりを持って生きていくとき、あなたが誰かのために祈る、あなたが誰かと一緒に歌う、あなたは誰かと一緒に賛美を捧げる、あなたは誰かと一緒に礼拝を捧げる、その出来事を通して神の恵みの技は天に知られるようになる。そしてそこでなされる、そこでなされる励ましを持って世の中に生きていくとき、その福音の麗しさは地の人に知られるようになっていくのだ。4章からはパウロは具体的な生き方について語っています。4章、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと
同じです。うんぬんとこうあって、ね、具体的な生き方、その召しにふさわしく、キリストに選ばれたものにふさわしく、キリストによって神の家族とされたその神の家族にふさわしい生き方をしなさい。で、一番最初にパウロが挙げているのは謙遜と柔和、寛容、愛ということでした。あなたの日常生活の中で神によって愛されているということは分かる、神様によって本当にケアされているということが分かると、その喜びは私の日常生活の中で謙遜、柔和、寛容、愛という形で表されてくるのだということになります。で、この、4章5章6章は具体的にこういうことに気をつけなさい、こういうことに注意しなさい、そして夫はこう生きなさい、妻はこうありなさい、しもべはこうありなさい、というふうな事柄が具体的に細かく書いてあります。で、私たちはそういうのを読みながら、そうか、パウロは本当に順番があるんですよ。神を知るということの麗しさ、あるいは嬉しさ、神に愛されているということが分かれば分かるほど、その愛に応えて神の喜びの中に生きていこうと思うようになる。そうすると神の願うように生きていこうとなればなるほど、自分の欲ではなく、自分の願いでもなく、神が良しとする事柄を選びながら生きていこうと思うようになって、そしてその結果、謙遜、柔和、寛容、愛、平和、一致、誠実、そういうふうなものを本当に大事にしながら生きていくようになってくるんだよということなんです。で、それが満ち溢れているところが実は教会と呼ばれる群れなのだと。それが満ち溢れているところが教会と呼ばれる群れであり、それを励ましながら私たちは世の中で生きていくのだ。いろいろ戦いはある、いろんな戦いはある。でも私たちが変えるべきところは主のもとであって、主を信じている人たちのところに戻って、そこで養いを受け、そしてまた世界に出ていく、この繰り返しですね。で、その役割の中に説教者もいるでしょうし、ね、さまざまな奉仕者もいるでしょう。でも実際には世の中で生きるという役割を担っている人は圧倒的に多いはずですね。つまり普通の社会で、名前もあまり知られないかもしれないけれども、普通のサラリーマンとして生きる、普通のビジネスマンとして生きる、普通の教師として生きる、でもその人の背後に神に知られているという喜びがあり、神に愛されているという喜びがあり、キリストによって本当に共にキリストのよみがえの力をいつでも与えられているという、そういう意識を持ってそれぞれの世界に生きていく。実はそれがエペソの信徒たちに励ましの言葉として書かれているのが、このエペソ人への手紙、エペソの信徒への手紙です。牢屋の中で書いた文章ですから、時間も限られていたでしょうし、紙の枚数も限られていたかもしれませんけれども、でも私はこの文章を読むたびに、パウロが本当に燃えるような、神に対する燃えるような思いと、神がどれほど愛し、あなたのことを愛しているか知ってほしいという、そういう思いを持って書いた文章だなということは痛いほど分かるような気がするんですね。ぜひ今日エペソ人の手紙を家に帰ってから読んで、パウロの祈りが私のための祈りでもあるという思いで読んでみてください。それはきっとどこかで、そうか、こんな私のようなものでも神を知ることができるようにと祈ってくれる方がいて、神による希望が、神による栄光が、神による力が、そしてあの人この人が集まるこの群れの中にキリストご自身がいてくれるという、そのことが分かるだけでも私たちは明日につながる希望を持つことができるんですね。明日につながる希望を持つことができる。で、それを育てることが実は私たちの信仰生活と呼ばれるものなんだと思います。これができた、あれができた、それは素晴らしいこと、こういう経験もさせてもらった、ああいう経験もさせてもらった、こんなに大きな役割を果たさせてもらった、それも素晴らしいこと。
でもパウロは神を深く知ることができるようにという願いを信徒のために祈るのです。私が神を知ることができるように。教える立場にある人間はある意味でとても危険な立場に立っていると思います。教えながら自分で分かっているようなつもりになってしまうことが多いからです。人に説明できるということは決して知っているということにはならない。時々誰に何にも話さなくても本当に神様との深い関わりの中でほっとすることはできたらなと思うことがあります。理解はしていてもその理解を本当に現実的に自分の出来事としてどこまで味わえているかな。忙しすぎるというのはそういう意味ではとてもとても危険なことだと思います。また自分の能力がこれもできるあれもできるということがあればあるほどとても危険な落とし穴があるような気がします。それは神を知るというのは自分のことなんかどっかすっ飛んでしまってもうとにかく本当に私はこの方がいれば十分だというその思いに満たされるものだと思うからです。でそれができた時私たちはね解放されるんだと思う。本当にこだわりなく何があってもありがとうございますって言いながら、ね、雨にも負けずじゃないけどなんかねこうね力が抜けるんだと思いますよ。本当に別に何も見せびらかす必要もない。それはそうですよね。後ろに神様がおられていつでも私のことを愛してくれていてよみがえりの力を持ったイエスキリストがいつでもサポートで回ってくれてそしてどこに行くにしても大丈夫って言ってくれるわけだから今日もよろしくお願いしますとさ言っていればそれで大丈夫っていうことになりますものね。なんかねもしかするといつの間にか、アメリカもそうかもしれませんけど日本のクリスチャンたちももしかするとちょっと力が肩に力が入りすぎてしまってクリスチャンっていうのは見えるけど神様は見えないっていうのはいっぱいあるような気がするんですよね。ねえ昔作った曲に冷たい水っていうのがあるんですよ。主よ主よと主よ主よと叫んだ人が天国に入れるわけじゃなく一杯の冷たい水を名も知らぬあの人に分けたあなたが入るとか そういうちょっと嫌味っぽい歌です。嫌味っぽい歌。スティーブ・フォックスって、ね、五大吾のベーシスト友達であいつと話してた時なんかさ最近集会さ俺あんまりうるさいの得意じゃないんだよねとか言ったら俺もとか言ってでだってイエス様は言ってるよねとか言いながらあの歌書いたんです。でなんかねこう雰囲気でこうもう雰囲気で満たされてしまう。神様に満たされるというのはねそういうのと全く違うような気がするんですよね。雰囲気なんか全然関係なくお前はお前でいいよって言ってくださるお方が自由にしてくれるそんな気がするんですね。まあ、ちょっと打足になりましたがぜひ、家に帰ってからこのエペソビタの手紙をもう一度読んでみてください。一言になります。イエス様この時間を感謝します。読むことができるようにしてください。そして読みながらパウロの心を感じそして本当にパウロを通してあなたご自身を見ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今度の